ラックのラクラクラディオラディオラディオ、セリフエコーエコーエコー。はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。今回からですね、ラックのラクラクラジオをアップしていきたいと思います。このラジオは主に自分の動画の宣伝等々やりながらの、毎週テーマを決めて一人で喋っていきたいと思います。一人で喋っていく、つまり一人ごとですね。一人ごとをしていきたいと思っております。でこのラジオはね、更新日をね決めようと思います。はい、毎週木曜日にねアップできればいいなと思っております。でまずはね、まず先にね、簡単な自己紹介をしていきたいと思います。はい、私の名前はラクと申します。私の名前は、はい、YouTube でゲーム実況プレイをアップしているものです。ホラーを中心にいろんなゲームをプレイしていて、プレイしています。はい、でテーマを決めてねやっております。このテーマっていうのはね、楽しく、そして楽しくっていうテーマでやっております。ラクラク実況って言ってるんですよ。ラクのラクラク実況プレイ。このラクラクっていうのはね、簡単にとかそういう意味じゃなくて、楽しく、そして楽しくっていう意味ですので、簡単にプレイしてるとか、すぐかんでき、なんか最速プレイみたいな、そんな感じじゃないです。年は二十歳になりますとか、まあそういう詳細な自己紹介はね、スケート3のね自己紹介動画にねありますので、そちらを見ていただければ。はい、早速宣伝ですよ。まあそういう風な感じでね、このラジオやっていきたいと思います。はい、BGM なんかプッチュプッツ言ってるけど、まあこれは気にしないでください。なんかね、 BGM なかったんですよ。まあ YouTube の BGM 使うのもいいんですけど、なんかないんですよ。でなんか適当なね、アプリでiPhone じゃない、スマホのねアプリでね、なんか適当な BGM 出す音がねあればいいなと思ったら、なんかこういう適当にブツンブツン言う、もうそれの繰り返しの BGM ですよね。だからなんか BGM の当てないとすんごい寂しい感じのラジオになるかなって思うんでね。はい、ちょっともう BGM は気にしないでください。はい、では今日のテーマいってみましょうか。今日のテーマはね、バレンタインデーでございます。今撮ってる日付ですが、2月の13、明日ですね、バレンタインデー。特に何もない日です。特に何もない日です。でもね、今回このテーマにしたのには、まあ理由がありまして、この動画の欄の下、俺のチャンネルの動画の欄の、この動画のラジオの下に多分もう載ってると思います。で、ちょっと今、声、ね、なんかかすれてるなとか思ってるかもしれないんですけど、まあこの下にね、ある歌ってみたっていう動画がね、あるんですけど、まあこれを歌ってね、まあ声がちょっと枯れております。はい。まあ、この、今バレンタインデーのテーマで、この下にあるね、歌ってますんで、はい、ぜひ聴いてみてくださいと言いたいんですがね、今回は流します。はい。今回はこの動画を流したいと思いますので、では、じゃあ、聴いてくださいね。もう早速流しますよ。では、行ってみましょう。はい、ラックでですね、男だけどバレンタインデーだからメルと歌ったです。どうぞ。ララ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 ラ朝目が覚めて真っ先に思い浮かぶ君のこと思い切って前髪を切った、どうしたのって聞かれたくて、
ピンクのスカート、お花の髪飾り、刺して出かけるの今日の私は可愛いのよ。メールと溶けてしまいそう。好きだなんて絶対に言えないだけど、メールと目も合わせられない。恋に恋なんてしないわ私。だって君のことが好きなの。ララ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 ラ天気予報が嘘をついた。土砂降りの雨が降る。カバンに入れたまま折りたたみ傘、嬉しくない。ため息をついた。そんな時しょうがないから、入ってやるなんて。隣にいる君が笑う。恋に落ちる音がした。メールと息が詰まりそう。君に触れてる右手が震える。高鳴る胸半分この傘。手を伸ばせば届く距離。どうしよう、想いを届け君に。お願い時間を止めて。泣きそうなのでも嬉しくて死んでしまう。メールと駅に着いてしまう。もう会えない、近くて遠いよ。だからメールと手をつないで歩きたい。もうバイバイしなくちゃいけないの。今すぐ私を抱きしめて。なんてね。ラララララクラクラララララクラクララ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 ラックのラックラックレディオ。はい、すいません、耳障りなね、音楽っていうか歌ってみたら聞いてもらってはい、すいませんなんかすいません。まあね、歌ったんですけど、この通りね、下手ですすんごくね、高い声出してますけどね、安定しないですね、やっぱ高い声出すと。もうね、もう無理、もう無理です。もう高い声無理。喉がもう死んでます、今。いや、でもね、バレンタインデーだけど、どうですか、皆さん。まだ、今日、明日だね。どうですか、皆さん、意気込みは意気込みは女の子たちはみんなね、頑張ってチョコ作ってるかね、チョコあげようか、誰にあげようかね、悩んでてね、男どもはね、ワクワクしてるか、ドキドキしてるか、うん、何もない人を持ってる俺みたいなやつがいるか、もうどうせ俺明日仕事ですからね、何もないし、本当に。で、まあ、こんな感じでね、ラジオやっていきたいと思います。テーマって言っても、まあ、簡単なテーマ。身近に、なんかもうその場で思いついたテーマを言いますので、ね。はい。
で、毎週木曜日更新という形です。はい、で、時間なんですよ。5分以上できればなって思ってるんですよ。でもどうかな。そこまで俺、一人で喋れるかどうかわかんないんですけどね。まあ頑張ってこのラジオをやっていって、で、俺のアップしてる動画のね、宣伝をしていきたいと思いますので、どうぞ皆さん聞いていただければと思います。で、登録もね、していてください。まあ、登録はね、俺のこのラジオを聞いて登録してもいいですし、実況プレイ見て、面白そうだなって思ったら、実況って言っても同じチャンネルなんですけども、実況見て、面白いなって思ったら、チャンネル登録していただければ嬉しいです。はい。ということでね、今上げてる動画なんですけども、アロン・イン・ザ・ダークとね、メタル・ギア・ソリッドの実況しております。はい。でですね、そちらの方はね、今はまだ更新中ですのでね、ぜひチェックしてみてくださいね。で、メタルギアソリッドなんですけどね、こっちはね、まだパート4しか上がってなくて、結構前に上げたばっかでなんですけど、こっちはね、ゆっくりやっていこうってね、言ってるんですよね。気が向いたらそっちはやっています。で、歌ってみたもね、気が向いたらやってますのでね、はい、ぜひ聞いてみてくださいね。歌ってみたのやつもね、再生リストとかね、作ってますんで、ぜひ見てみてください。ということで、今回はこれで終わりにしましょう。はい。なんか、つまんない動画な、とか思ってくださったら、ね、コメントはちょっとね、俺あまりね、メンタル弱いんで、強めのコメントはね、やめていただければと思います。はい、ということで、ラクのラクラクラジオ第1回、これで終わりにしたいと思います。次回、テーマはね、次回のテーマっていうことで今決めますんで。で、また来週になったら、またその来週のテーマを決めますっていう感じで、そのこの最後にね。では、次回のテーマはですね、何しようかな。あ、これ言おうと思ってた。俺の、これ俺の諸事情っていうか、俺の性格なんですけどね、まあ、うん、次回のテーマはね、まあ、なんだっけ。もう忘れるっていうね次回のテーマは、衝動買い。衝動買い。なんだそりゃって思うでしょ。衝動買いね。次回のテーマ、衝動買い。俺、これについてめちゃくちゃ語りたくて。衝動買い。次回のテーマは衝動買いでございます。なんだそりゃ、次回見なくていいやって思う方いらっしゃると思うんですけど、ぜひ次回もチェックしてみてください。ものすんごい俺衝動買いするんですけど、今語るわけにはいかないんで、次回お楽しみにしていてください。ということで、ラックのラクラクラジオ、ラクラクラジオ、これで終わりにしたいと思います。グダグダな感じですいませんが、次回もやっていきますよ。ではまた来週木曜日に会いましょう。さよなら。